こんにちは、波の平でございます。本日は堺市堺区にあります麺屋総さんに寄せていただきたいと思います。南海本線堺駅からもほど近い極うま豚骨が自慢のお店になっております。私も初めて寄せていただくので本当に楽しみでございます。店内こんな感じでほぼカウンターのみのお店になってるんですけども、二人掛けのテーブルが1席か2席か用意されてましたね。このシンプルなお店、やっぱりメニューもシンプルなんですよ。ベースが豚骨醤油、豚骨塩、そしてピリ辛味噌の3種類、その3種類のベースをもとにあと5種類のバリエーションが用意されているんですけども、結構シンプルですよね。目移りしなくていいかもしれません。そして単品メニューは餃子、唐揚げ、定番のものが用意されていて、ご飯物もチャーシュー丼、唐揚げ丼、おにぎり、そして白ご飯が用意されています。おすすめは醤油、豚骨醤油。まあそうですね、まあ、一番はい、やってます、ね、じゃあチャーシュー麺の豚骨醤油、はい、ネギ増し海苔入りで、それとあと餃子、中ご飯一つ、あ、それとおろしニンニクでいただけます。あ、分かりました。はい、お願いします。ごめんなさい、たびたび大盛りでラーメン。満腹波の平の動画、ありがとうございます。いただきます。すごい、とろっとろ、チャーシュー、めっちゃ美味しい、うん、ニンニク入れたらまたうまさが増す。これはうまい。うん。満腹波の平の動画、餃子っすよ。
ちそうさまでした。ということで、気になる本日のお会計はこちら。麺屋総さんでは現金決済、電子マネー決済、QR 決済利用可能です。詳しくは店頭でお確かめください。続いてお店の情報でございます。営業時間なんですけども、ランチタイムが11時から14時、そして夜の営業が17時から22時、定休日が月曜日になっております。詳しくは概要欄をお確かめください。そして動画の最初の方でもテロップで流れたんですけども、南海本線堺駅から徒歩5分、そしてお店専用の駐車場、定型駐車場はございませんので、周りにコインパーキングたくさんあります。そちらをご利用ください。満腹うなみの平の動画では、大阪選手を中心に美味しいお店をいろいろ紹介させていただいております。大阪近辺の方だけ、いやいやそうじゃなくて、これから大阪行きたい、もう食べ物やいろいろ調べたいっていう方は、ぜひぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。そしてコメント、あとね、高評価もいつでもお待ちしてますんで、どん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 ポチッとしていってください。コメントを残していってください。どうぞよろしくお願いします。